本日の大谷翔平。こちら本日の翔平、5打席中2回しか勝負してもらえませんでした。敬遠つまんねえけど、それでトロントうまく試合運んでるから、やっぱこれが正解なんだなとも思わされる。前後にフリーマンとベッツがいれば勝負してくれるのに。見てもわかる通り、ボール球放って四球でもいいからアウト狙うより1球も投げない方が相手だけや。それくらい他に脅威がないと舐められてる。これならお散歩できてええやん。ブルージェイズはクソビビリ野郎だな。最終回は勝負してくれそうやな、この点差なら。案の定ルックとバリアが試合ぶち壊したんですけど。次は勝負してくれるとか油断できんぞ。怪我して消えてくれた方がいいんだから、地球攻めもなくはない。しかもここはカナダだったわ。大谷がエンゼルスに関わる理由がわからん。アナハイム刑務所はそんな居心地がええんか。大谷にとって打撃はストレス解消みたいなもんやったのに、打撃でも最近ストレス溜めてるのはあかんな。カウンセラーつけたらどうや。これあかんわ、味方強い相手になるとさっぱりってんねん。今はエンゼルスに愛を持ってるが、そのうち憎しみに変わりそう。ドジャース大谷になったら暗黒面に落ちそう。大事な大事なブルージェイズ戦連敗して速攻今季終わってて、草チャップマンにバカにされて悔しいから意地を見せてやるってならないのがおもろいよな。終わりだよ。ご視聴ありがとうございました。